はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。エイリアンアイソレーションの続きをプレイしていきたいと思います。例えば病院ですね。テイラーが怪我してしまって、その治療法というかを探しに病院に入ったんですけども、入ったら誰かから声をかけられ、多分あの人かな。ちょっと行ってみましょうか。クールマン。I need to find a doctor. I'm a doctor. あ、医者。My friend needs help. Medical supplies. Me too. There are no supplies on this level. But there are. 下の階の薬局になら在庫がある。How do we get there? We. Do I look like I'm in any fit state? I need your help, and you need mine. You find the passcode to the service elevator, and then I'll come down. 職員用エレベーターのパスコードを探してきてくれたら。I can direct you from here. なるほど。モーレイ医師のオフィスを探せ。うん、こっちは何かな。あ、マップを更新して。EMP。作れないな。どれも作れないですね。あー、なるほど。これでぐるっと戻ってきた感じだ。あ？あ、でもまだもう一個奥が。いやー、急げって言うけど、一応穴から
unstable patients. Those who had trouble adapting to deep space. Just tell me where to go, Carl. Tragic cases. 余計なこと喋るな。レクレーションルーム。あ、セーブポイントの音が。仲間外れ。私を仲間外れにするのはどういうことなんだ。聞こえているか。今日薬局に薬を取りに行ったら扉が開かなかった。君とリンガードが私のアクセス権を切ったら私は仕事ができない。一切やましいことなどしていない。ちょっとあんまり大きい声出さないでくれ。ビビってしまうじゃないか。ラジオ、いや音は出さない方が。うん、目的はこっちですけどね。ちょっと探索。なんだここ。You are standing on a hill. Your home is in the valley below. You are far away, but you can see it clearly. You know you can return if you want. How do you feel? It is a bright summer's day.これはエイリアンにやられたんじゃないかな。お腹が破れてるし。お、あ、マップ。この先はチンセーレン。心が不安定になる。特に何もないかな。あ、スプリンクラー。何のために。まず監視カメラは消してライン。をつけると、あ、これ通れるようになるとかはないか。スプリンクラーこの辺でもなん、うん、やらない方がいいような。
なんか患者を閉じ込めてたのかな。It is the morning. The sun is high in the sky above you. Soon it will begin to set. Then dusk and night through to dawn.こっちですね。アンドロイドとかエイリアの気配はしないけど、さっとこっちはレベルが不足。これ。You're there. That's Morley's office. The passcode should be in there somewhere. パソコンの中かな。医薬品が足りません。リンガード先生、精神安定剤が全然足りません。在庫が尽きかけているにもかかわらず、クールマン先生が大量に処方している。誰に処方されているのか突き止めてください。クールマン、ちょっと待ってね。今俺が話してるのはカールマン、違う人かな。モーレーが身につけていたカード、番号、ちょっと待って、1702。落ち着け、このアラームが何なのか調べてみる。君はキーカード、いや落ち着けって言われても。1702、セバストポリの現在。宇宙開拓をするにあたって武装をしなければならないかったと。でもそれゆえにこのセバストポリでは銃犯罪が多発する原因にもなった。なんか今の現在の世界ってとちょっと似てるというか、銃の所持をどうするか、まあ、日本はですね持てないんですけどもね、アメリカとか問題になってますけどね。宇宙ブームみたいなのがあって、まあ、みんな宇宙に来たけれども、そういうのももう終わっているって書いてますね。宇宙ブームなんてものは。いつかは本当そうなるかもしれないですね。今宇宙に人間が住めるようになったら、それはすごいことですけども、それが当たり前になってくると、別に地球の方いいんじゃないのっていう感じになるかもしれないですね。
モーレイ氏のキーカードを探せ。この辺にあるとかじゃなくて、人を身につけていたっていうことは、まあ生きてはいないと思うんで。ここか。ここですね。こっちはいけない。この音を消してほしいな。アンドロイドはいなそうだけど、エイリアン。はあ、来てる来てる来てる。待て、準備。やばい、怖すぎる。あー、今そこ開いたぞ。そこの自動ドアが、あ、いる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 。あ、こっちに来られたら俺はもう終わる。あ、いるいる、すぐ横にいる。今の大丈夫だったのかな。いや、まだいる。待ってくれ。ノイズメーカーとかを向こうにぶん投げて、あ、でも反応が、あ、いる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 。ノイズ、これでエリアン、そっち行くんじゃないかな。入ってる。おお、早っ、すごい早い。で、そこなんだけど、開くかな。あ、なんだっけ、1702。
シーン。ああ。あ、上にいるな、今度。あ。やばい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 、これはやばい。この右の部屋にいる。じゃない。目的は左に行けばいいんだけど、この奥も気になりますよね。反応はしてない。ほら、だってめちゃくちゃなってますもん、通った後。でも足音もしないし。あ、来てる。なんかある？ない。左。よし、こんなん現実に起きたらもう。耐えられないな。結構あのホラーゲームはやるんだけど、あっ、あの、あ、やばい。ゾンビはですね、ゾンビは正直ちょっと存在してほしいなっていう感じがするんだけど、エイリアに関してはちょっと無理だな。
怖い。何これ。モーリー、モーリー、モーリーって先生。 A26、A29、 上から A29C21A26、 わからん。いる、いる。違う、いや見つかってる、見つかってない、見つか、セーブさせてくれ。 A29、 待って待って待って、これできない。あ、あそこに電力分配器が。これでなんかびっくりした。ダメだ、いかん、いかんぞ、怖すぎる。近い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 。ここでしゃがむとかできないんだ。右にいますね。割と近い。近い。出れないよ、出れないよ。ああ、電力分配器で何とかするしかないんだ、多分。緊急閉鎖？あ、閉まっちゃったよ。待ってくれ。こっち側からも来れないから、でも俺も行けないんだよね。もう終わりか。今上に上がっていったとか。今のうちに右かな。怖すぎる、怖すぎる、ほんと怖すぎる、びっくりする。なんだ、
パイプ爆弾。あー、セーブ。セーブポイント。パイプ爆弾どれだ、グレネードか。近くにいた有機生命体やアンドロイドに大ダメージを与える。地雷として地面に設置することも可能。でもエイリアンに効果はないんじゃないかな。ここと繋がるんだ。めちゃ静かに。いや、左の部屋に入ったな。慣れてた。よし、今のうちに。ここのどこかだ。ルーム A、 もう忘れちゃったよ。いや、待って、なんか音鳴るんじゃない？これは？停止中。これなんだ？ああ、そういうこと。ここにノイズメーカーか何かぶち込んで、ここに隠れててさ、これ押せば閉じ込められるなんてことはないか。左にいる。開きました。
ドア開いたような気がするんだけど。いや、いるいるいる。閉鎖か。あ、マップがあるけど。ごめんなさい。上に上がってった。マップ更新。確か A29 はあったような記憶があるんだけど。後ろいない？警報器鳴らそう。 A の25あたりでだいぶ離れてるから、この辺で今鳴ってるから、そっち側に。怖すぎる。で、戻ればいいんだけど、尻尾が警報器、一回鳴らす。そっち行け。俺が出るのが早すぎましたね。あー、くそ。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。